牢獄の化け物が現れようとしているかもしれません。いやあ、せつなけいすけだよ。今回はこのゲーム、フリーゲームかつ、ホラーゲームでかつノベルゲームですね。牢獄の庭というフリーゲームをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。このゲームは、まあ、見たの通りホラーゲームですね。もう登場人物の4人がすごいダークサイドな目をしておりますね。で、後ろになんかこういう変なのがいます。何ですかこれは。誰ですかこれは。友達ですか。めっちゃ浮いた友達ですねやっていきたいと思います。ノベルゲーム、滑舌が悪い俺がノベルゲームっていうことで、もう聞き取りにくいような言葉はバンバン発すると思いますが、それでもいいという方はご覧ください。よろしくお願いします。スタートいきたいと思います。スタート。えっ、なんだ今の。これはエンターでもいけるんかな。暗い夜の森の中を、私は一人走り続けていた。はあ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 、草木を踏みしめる音が辺りに響き渡る。夏だというのに虫や鳥の声はあまり耳に入ってこず、バクバクと伸縮を繰り返す自分の心臓のことばかりがやけに耳についた。はい、今更やけどこの顔さ、なんか進撃の巨人に出てくる巨人みたいな顔しとんなって。特にこの首筋あたりがなんかそんな感じがするんやけど、どうかなみんな。はあ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 、逃げ場などない。そもそも逃げているわけですらない。だけど足は止まり方を忘れてしまったのか、狂ったように動き続ける。どこに向かっているのだろう。知るかボケ。そんなお前が知らんかったら俺ら知るわけない。自分のことだというのにもはや他人事だった。本当の自分はもうここにはいなくて、空っぽになってしまった殻だけが動き続けている。それをぼーっと俯瞰かなこれ。パッと見て俯瞰って思うけど、どうなんだろう。俯瞰にしとこう。俯瞰で眺めているような感覚。目的地があるわけではないし、誰から逃げているわというわけでもない。じゃあ自分はこんな夜の森の中で何をしているのだろうか。何をしているかわからない。答えは分かっているようで分かっていない。ただ自分が欲しているものだけは明確に分かっている。欲しているもの、欲しているものか。お金私が求めているもの、それは無、無を求めるってどういうこと。何もない、ただの闇、誰もいない永遠の闇。そんなものがどこまでも続く無の世界。中二病なんかなこの人。私はそれを求めていた。この先に行けばそれが手に入るのだろうか、わからない。だからこそ今こうして走り続けているのだ。走る走る、俺たち輝く汗のその先に。はあ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 、いやただこのシーンは多分輝いてないような。でもよく考えてみればおかしなものだ。今さらかよ。よく考えてもおかしいこと気づけような、うん、私は存在しない無をどうやって手にしようとしているのだろう。そこからかよ。今頃気づいたんか。どんだけ走ったかは知らんけど今頃気づいたんか。どうやってその場所へ行こうとしているのだろう。タイムマシンとかどこでもドアがあったらいいのにね。走り続けていればいつかはたどり着くのだろうか。知るかそんな。わからないわからない。
わからない。うわ。足を踏み外し、地面に転げ落ちる。すると手のひらに木の枝が突き刺さって、たくさんの血が噴き出すように流れ始めた。グロいやんこれ。めっちゃグロいやん。今の BGM はあれだよ。あかんよ。グロすぎ。クオリティ高いな。この絵もさ、このすごいな表現が。手が真っ赤に血潮の部分が見えてさ、血がぶどうしちゃってすっごい出とるし、あかんよこれ。そういう苦手な人が見たらダメなやつや。ドクンドクンドクン。なぜか痛みはなく、私は自分の手から流れ落ちる血をただただ眺め続けている。体から血が抜けていくたびに妙な感覚に襲われた。なんだろう、なんて言えばいいのだろう。この気持ちを言い表す言葉を私は持ち得ていない。しかし私は快感を感じていた。M かお前は。ド M かお前。ここまでして快感を感じるってド M か。これ痛いよ。こんなん快感覚えれんよ、こんなん。はよう手当てしろレベルやもん。手術レベルやもん、こんなん。メスで塗って、そんなことしなあかんレベルやの、こんなん。ああ、そうか。これが、自分の求めている場所への行き方なのかもしれない。もしかして、そういうプレイが好きなとこ、好きやけん、そういう場所行きたいとか、そういうことなんか。無の世界ってそういうことなん。立ち上がり、前を見る。もっと血を抜かないと。体の中の血を全部抜かないと。それができれば私はきっとたどり着けるはずなのだ。何もなく真っ暗で、ただ闇ばかりが続く無の世界に。何もないってどういうことなんだろうなって感じがする。何も持たない、何もないっていう世界がどんなもんなのかわかりませんね。はあ、ほんと世界は変わって、これは日常サイドってとこかな。どうでもいいけどさ、これがなんか顔に目でしょうがないんやけど、これこの辺がこれとこれが目で、これ口じゃん。髪型がこう流れとってさ、おでこが見えるタイプの髪型やな。うん、この辺がさ、これ、ね、作者さん狙った感じで絵描いたんじゃないかって思うぐらい顔に見えるんやけど、俺みんなはどうかな。はぁ、あ、何そんな大きなため息をついて。この喋り方からして女の子かな、これは。初夏の通学路、私イリナレンジ。イリナレンジすごい名前やな。外人さんか。イリナってな、イリナって名前はありそうやけど、レンジって名字がなんか珍しく感じる。感じるは友人である、杉崎隼人か、隼ちゃんと一緒に帰り道を歩いていた。イリちゃん、隼ちゃんで歩いていきよったんじゃ、うん、イリナー。てかよう考えたらさ、今の時点でもうダークサイドな名人やな。目はカンカンタイプのゲームなのかな。人間が水に浮くなんておかしいと思わないか。今のお前の目の方がおかしいと思うんやけどな、俺は。へ？急に何を言い出してるの？確かに物理的に考えればそりゃ浮くかもしれないけどさ。でもやっぱり人間が水に浮くなんておかしいと思うんだよな。ふふ。ああ、そっか。もうそんな季節になるのか。夏って言ったな。水泳とかが多い時期か。隼人は泳げないからね。そういうこと？泳げんけん、ちょっと、そういう、なんつうか、言い訳？言いちゃったんやな。浮くなんておかしいと思う。なるほど、隼人くん。隼ちゃん、浮けんのやな。泳げん理由、浮けんからなんやな。やけん、みんななんで受ける、おかしいわって思っとんやな。オッケー。はやっちゃん受けない。もうすぐ下死のためか。
5時を回っているというのに、あたりはまだまだ明るい。だいたい高校生にもなってなんで水泳の授業なんてあるんだ。俺はそこを疑問視すべきだと思う。そりゃあ、ハヤトみたいな金槌を泳げるようにするためじゃないの？なぜ泳げるようになる必要がある？船が転覆したとき泳げなかったら困るでしょ。そんな目に遭う人間がこの世に一体どれだけいるというんだ。そらもな、確かに漁業とかそういう船に乗る仕事だったらまだしても、まず船に乗ることがそうないよな。まあ確かにそりゃそうだけど、よし、今のうちにプールの底を破壊して水を溜められなくしてしまおう。そんなことしたらひどい賠償金を払わないといけなくなるよ。もう考え方がおかしいもんだす。プールの底を破壊して、あ、でもマジよ、はやっちゃん受けるな。プールの底を破壊したら受けるぞ。違う意味の浮くやけどさ。注目されるっていう意味の浮くやけどさ。いつも通りふざけた会話をしながら私たちは歩き続ける。家の方角が一緒だから。私たちが一緒に帰っている理由はその程度のもの。決して恋人同士というわけではない。そう、まだ今は、え、恋愛ものなんこれ。私にとってハヤトは初めてできた好きな人。ほう。ちゃんとなったかな。みんなからしたらこの口笛がちゃんとなったかな。それまでの私はずっと勉強一筋で友達もろくに作らなかった。教室の隅で本ばかり読んでいた私を半ば強引に賑やかな空間に巻き込み、友達を作ってくれたのがハヤトだった。おう、きっとハヤトも私のことを好いてくれている。だって何かあることに私に話しかけて楽しそうに、そして時折恥ずかしそうにしているから。知識過剰オツですよ、イリナさん。早く付き合っちゃえばいいのにと友達からはからかってくる。そうなれたらいいなと思いつつも、付き合ったところで何がどう変わるのかよくわからない。そういう意味で言えば今のままでも十分に幸せだった。恋人同士だろうがそうじゃなかろうが、ハヤトはこうして私の横を歩いていてくれるから。あ、そうそう、今度さ、タカシたちと心霊スポットに行こうって話してるんだけど。別れ道が近づき、ハヤトがそんな話をし始める。心霊スポット？そう、小学校か中学校ぐらいの時にさ、一時期話題になっただろう、黒い影の噂。なんかすっごい興味深いのが出てきましたよ、黒い影の噂とか。だいたい黒い影、スタート画面のところにおったもんな、後ろに。ああ、そんなのあったね。まあ俺は知らんけどな、あったなんか知らんけどな。確か私が小学校の高学年の時だったか、いろんな場所で黒い影を見たという目撃情報が飛び交った。テレビ番組でもよく取り上げられ、様々な都市伝説が生まれたり、それを題材にしたホラー映画が作られたもりもしたが、今ではすっかり忘れられた存在だった。最近あの噂が流行っててさ、よく黒い影が目撃される心霊スポットがこの辺にもあるらしいんだよ。ふーん。で、アカネとかユカちゃんも行くって言ってるからさ、イーナもどうかなって思って。キャラクター増えてきたで。もうちょっと短い時間で3人出てきた。アカネとユカはハヤトのおかげでできた私の友達である。そこにタカシを含めて私たちはよく5人で遊んでいた。へえ、5人なんじゃ。そのうちの4人があのスタート画面に戻った感じかな。いつ？あさっての土曜日だけど何か予定ある？うん、大丈夫だと思う。よっしゃ、じゃあ楽しみにしてるぜ。後になって思えば、この時やめようと一言でも言えていれば。こういう始まり方よくあるんですよ。もうフラグレベルですよ。
イリナさんもうフラグタチタチですよ。タチタチって何あんな結末を迎えることにはならなかったかもしれない。お、学校や。あ、誰が出てきたで、誰これ。いよいよ明日は肝試しか。肝試し前日の金曜日、もしかして13日じゃないだろうな。いけるんか。昼休みの廊下を私は茜とゆかと一緒に歩いていた。あ、今のが茜かゆかかのどっちかなんやな。どっちだろう。茜は活発な感じの女の子で、その気さくな性格のせいか男子の友達も多い。ようおるタイプのやつじゃ。そういう気さくな性格の女の子って大体さ、下ネタをとか別に問題ないようなパターンなんよな。俺の偏見かなこれ。私ちょっと怖いからあんまり行きたくないな。対照的に、ゆかはおとなしくあまり自己主張しない女の子だ。ああ、今のがゆかで、さっきのツインテールがあかねやな。オッケー。互いにない部分を補い合っているといえば、この二人の仲がいいのも納得がいく。デコボココンビの性格版でどこなんかな。それより、イリナ、最近ハヤトどうなのよ。こんな喋り方でいいかな。は？は？急に何よ。だって、ここ最近、毎日一緒に帰ってるでしょ。別にそれは、家が同じ方向なだけだし。ふふ、イリナちゃん、赤くなってかわいい。ゆかまでからかな、からかわないでよ。ふふ、私がハヤトのことが好きだということは、もうどっくに見透かされている。隠しておく必要もないんだが、いざこういう時に、こういう風にからかわれるとつい何でもないと反論してしまう。そういう気持ちあるよな。わかるわかる。恋愛経験ゼロやけどな。ま、でもさ、せっかく心霊スポットに行くわけだし、チャンスなんじゃないの。の お近づきになるにはさ、おちづ、あれ？あれ？俺、おちづか、ん？お、おちかづけ。おちかづ、オッケー。おちかづき、オッケー。Okay. そうそう。はやとくんも、イリナちゃんのことを好きなのは分かりきってることだし。おっと！これはもう、告白しかないな。ちょっと声変えた。うるさいな、するか。何これ。そりゃこれを機にという気持ちを全く持っていないといえば嘘にはなるが、でもとりあえずハヤトのことはゆっくりでいい、そう思っているのだ。だいたい彼氏ができたって何をどうすればいいか分かんないし、そう言いつつしまったと思う。しまったじゃない、しまったな。私がそんなことを言えば大抵ヒリナかわいい、こんな風にからかってくるのだから、うわうっざ。もう個人的にうっざ。あ、俺が言われたわけじゃないけど。家に帰った。時間が時間やし、ちょうどいいかもしれんし、ここで切ろうかな。っていうわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。まぁ、こんな感じでちょっと滑舌悪いんですけどね。まぁ、次のパートも見てくださったら幸いです。というわけで、週明け。